えて待機中だ。攻撃許可を。ライトニング3は攻撃を許可する。温度限界を突破。5秒後に着弾。爆弾投下。プレデターの映像で爆撃効果を確認しろ。敵拠点は全て沈黙したようです。いいぞサンドマン。マンハッタンの制空権を奪還し前線を川まで押し戻した。次の目標は？ロシアの司令船は東海岸全域をショートにできる巡航ミサイル搭載のオスカー2型潜水艦だ。反撃の前に叩かないと。了解。任務内容は？艦内に侵入して艦橋を占拠。連中のミサイルで艦隊を叩け。作戦はシールズとの連携で遂行しろ。装備を着用しろ。どこから潜る？ブルックリンバッテリートンネルだ。崩落したと思ったが。その通りだ。位置についたぜ。SDV チーム4、こちらメタル01、確認してくれ。了解だ01、よく聞こえる。フェーズラインエコーを確保した。実行許可は出ている。約1分後だ。あまり待たせるなよ。ここには長くいたくない。俺たち抜きでパーティーを始めるなよ。もう少しだ。突入口は開いた。離れるなよ。簡単にはぐれてしまうからな。方向にオスカーツ。
進めてきた。下の階で待ち合わせだ。発射コードにアクセス中。以下の座標を入力しろ。タンゴウイスキー056628。座標確認。30秒後にロシア艦隊へミサイル攻撃。ブラスト、端末を頼む。3、2、1、合わせ。オーバーロード、ミサイル作動、まもなく発射。了解、シールチームが回収地点にいる。行け行け。メタルゼロは戦域内のロシア軍目標にミサイル着弾を確認。主要目標は全て